こんにちは。7月15日火曜日 AW ニュースウィークリーです。今日のコメンテーターは三重中京大学名誉教授の浜谷秀弘さんです。浜谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、今週のニュースの寸評をお願いします。やっぱり国民の関心が一番あるのは、安倍さんが外遊した後帰ってきてすぐ、今国会の閉会中審議をやってる、集団的自衛権の問題ですよね、で、これ衆議院と参議院に1日ずつやるわけですけれども、それをずっと聞いてたんですけれどもね、なんともその議論自体が中途半端って言いますかね、果たしてこれを安全保障論議というのかどうかっていう、その感覚っていうかね、感情を常に持つんですね、その辺は今日注目ニュースで、その集団的自衛権の問題をじっくり取り上げたいと思いますので、そこで詳しいお話をします。この番組は1週間の政治経済ニュースを振り返ります。番組で扱うニュースの全記事がブログにアップされています。番組では皆様のご意見ご質問の投稿を取り上げますので、全記事ブログを参考にしてみてください。書き込みよろしくお願いいたします。では1週間のニュース振り返りです。総合海洋政策本部が4日開かれ、大陸棚の延長に向けた今後の取り組み方針についてを決定しました。安倍総理は議論を踏まえ次のように述べました。この度国連海洋法条約の規定に基づき、天然資源の探査開発に我が国の主権的権利が及ぶ大陸棚を延長することといたしました。これは日本の国益に代わる大きな成果であります。政令の制定を含め大陸棚の延長に向けて関係省庁で連携して適切に取り組んでいただきたいと思います。これちょっと大陸棚の説明なんですけど、国連海洋法条約では海底が領土と続く大陸棚であれば排他的経済水域 EZ の外であっても海底にある資源の調査や開発を認めているということですよね。そうですね。これ日本は2008年にこの大陸棚限界委員会という国連の機関があるんですけども、ここに一応申請をしてですね、で日本が7海域についてこう申請したんですね。それで7海域のうちの、2つの海域について、ほとんどこう承認という形のまず最初の段階で勧告というのが出るんですが、これが出たということです。で相対的には2012年の7月にですね、こう一括して承認をしたんですが、この7区域のうちのまず4区域ですね、これ合計合わせると、31万平方キロあるんですよ。31万平方キロって言ったら、これ広大な地域ですよ。日本の国土、地べたですよね、国土が38万平方キロですから、それとほぼ匹敵するぐらい その大陸棚が認められたということですね。そしてこれ勧告に基づいて、大陸棚の今度外側の限界、ここまでのことですよと、限界、主張の限界までが、認められれば、それを設定すればですね、これで権利が確定するということになるんですよね。で日本はその4区域について、2区域についてはすぐ条例を制定すると、そして残りの2区域についてはこれはアメリカの排他的経済水域とちょっとこう近所にあるのと触れるところがあるんで、アメリカとの調整のもとに2つの区域についてもやると、で残りの3つの区域についてはこれ中国と韓国との間でまだこう争いがあって、これがどうなるかということが今後の状況だということですね。で、ただね、このか、海底資源、ここ の大陸棚のね、海底資源というのがものすごく大きいんですよね。で、レアメタルとかレアアースとかいわれるね、この近代のこの産業にはもう欠かせない希少金属がもう山ほど眠っているということなんですよね。レアメタルは発光ダイオード の、原料だし、それからレアアースについてはね、これ携帯電話には欠かせないですよね、蓄電池とかね、でこれについてね、あそこですね、日本最東端南鳥島、あそこの周辺にね、今の消費量からいった日本の消費量を換算していくと、230年分あるって言うんですよ。すっごいですよね。ですからこれを今はちょっと採掘技術に限界があってね、海底ですから、限界があってまだその商業化するには至ってないんですけども、この採掘技術がやがて確立されればね、これは非常に日本にとって有利な資源大国になる要素、これを含んでいるということですよね。
あのシェールガスだって前に採掘技術がないときはこれ宝の持ち腐れだったんですけども、うん、あれが確立されてから急に大きな問題になりましたよね、うん、経済的な利益になったということを考えれば、うん、まあ、将来的にはこの採掘技術の向上によってですね、うん、これが日本の資源としてまさに有望だと、うん、ひょっとしたら日本は資源大国になる可能性もあるということですから、うん、これはまあ、あの早く確保しておくことについてはいいことですよね、うん、で領土問題というのは今までちょっと後手に回ってた部分が多いものですから、うん、こういうふうに積極的にあの一歩踏み出したということはこれ大いに評価されていいだろうということだと思います、うん、そうですね、はい、じゃあ次のニュースです。安倍総理は8日、脱法ドラッグについて指示を行いました。1、違法薬物やいわゆる脱法ドラッグの販売等についての実態を徹底して把握するとともに、その危険性についての国民への啓発を一層強化すること。2、海外情報を積極的に活用するなどして、できるだけ速やかに指定薬物の指定を行うとともに、違法薬物やいわゆる脱法ドラッグに起因する犯罪等の取り締まりを徹底すること。3、いわゆる脱法ドラッグの規制のあり方について新しい薬物乱用の広がりに対処すべく、できることはすべて行うという基本姿勢で見直しの検討を行うこと。まあ、脱法ドラッグ今いろいろ騒がれてますよね、うん、こうあの要するにあのいきなり通り魔事件が起きたりですね、はい、あの交通事故が起きたりね、はい、こういうことがあまりにも多すぎるものですからね、うん、もう社会問題化してますよね、うん、で従来はあの脱法ドラッグっていうのはより弱い、うん、覚醒剤まではとてもじゃないけどいかない、より弱い範囲で、うんうん、なんか覚醒剤っぽいものが楽しめるような形でね、うんうん、いわゆるその流行ったというか、うん、あの普及したというかね、うん、だから違法薬物への入り口としての、うん、いわゆるあの評価っていうか見方がされてたんですよね、うんうん、ですからその後ですね、やっぱり規制強化があの行われていくと、だん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 その違法薬物との境目がこう曖昧になってきてね、うんうん、どんどん薬の効果がこう強いものがこう、あのなんていうか売りになるというか、ハードになってきますね、それでだんだんその違法薬物との境目がなくなってしまうというようなことが長いこと続きましたよね、うんうん、で去年の暮れに摘発された、うん、一種 の, その製薬会社、うん、これが全国の30店舗に物をこう現物を卸してたっていうんですけども、うんうん、これで月間月1億円稼いでたってんですよね、脱法ドラッグ、だけで製薬屋さん、はいはい、こういうことを考えるとやっぱり相当日本の社会にもですね、うん、これが浸透してるなってことですよね、うん、もちろんこう違法薬物と脱法ドラッグの違いというのはちゃんとあって、うん、あの麻薬指定をされているかされていないかという、うん、このものを含んでいるか含んでいないかということですよね、うんうん、ただ従来は麻薬指定するためにはものすごい膨大な時間かかったものですから、うん、なかなかこれあの時間やってこう審査しているうちに次のものが出ているみたいなね、いたちごっこが止まらなかったんですね、うん、ところが13年去年の、うんうん、あの薬事法改正によって、うん、いわゆるその化学式の包括的な規制ができるようになった、うん、こう化学式があってそれからちょっと一つ出てると、はい、もう違うものというような判断ができなくなったということで、はいはい、今度は脱法ドラッグを医薬品ではなくて、うん、お香としてる香 の, あのこう香りをね、うん、あれするお香としてる、まあ、そうですね、でそうなると薬事法で取り締まれないということになる、うん、だからこういうことがやっぱり果たして許されていいのかという、うん、社会問題 の, その事故が起こるとですね、やっぱりこれについてもやっぱりちゃんとした規制があるべきじゃないかということですよね、うんうん、だから従来は違法薬物に行く入り口という認識がされてたんだけれども、うん、現在は違法薬物をすでにやった人が、うん、そのちょっと手前でやめとこうというその違法薬物の出口のようなね、そういうような位置づけまでされているという、うんうん、ではそれだけ社会に浸透してしまったということですよね、うんうん、ですからあのそういう意味では、うん、まあ、この事故を起こった時の取り締まりはもちろんだけれども、うん、起こらない前にね、うん、被害者が出てしまってからでは遅いわけだから、うん、出ないようにやっぱりこの薬物の規制の方にですね、うん、重点的な政策を置いてほしいと思いますよね、うん、そうですね、でも総理が支持するなんて珍しいですよね、はい、珍しいですよね、こういうもので、うん、じゃあ次行きましょう。安倍総理は7日から11日にかけてニュージーランド、オーストラリア、パプアニューギニアを訪問しました。ニュージーランドではキー首相と会談し、防衛当局間の交流やアクサ、物品役務総合提供協定の可能性の検討を含めた協力強化について一致しました。オーストラリアではアボット首相と会談、船舶の流体力学分野に関する共同研究の実施について話し合いました。また両首脳は共同運用及び訓練を円滑化するための協定に向けた交渉の開始で合意、防衛装備品技術の共同開発、共同研究開発及び製造を通じて日豪間のより
進化した協力を容易にする日豪防衛装備品技術移転協定に署名しました。パプアニューギニアではオニール首相と会談。安倍総理は先月パプアニューギニアから日本への LNG 輸出が開始されたことを歓迎する発言があり、また今後3年間で200億円規模の支援を実施するとの発言を行いました。はい、これオセアニアというのはニュージーランドについてはまあ TPP の問題があるのでこう連携を強化しておこうということと、パプアニューギニアについては LNG ですね、今のね、これのそのいわば開発で協力を要請したと。まあパプアニューギニアの第二次大戦の時の激戦地でもありますからね、異例の意味合いも大きかったということですね。で、何よりも今回の外遊のポイントはオーストラリアだと思いますよね。今回で外遊の回数がまたやたら多いですよね。22回目かな、まだ1年半ちょっとで22回というのはもう破格に多いんですよね。ですからこれこのままでいくととんでもない記録、歴代の首相の記録になってしまいますけれども、まあ、国際的な地位が向上するのと、今日本が掲げている、その安倍政権が掲げている積極的な平和主義というのをやっぱり本人自らが言って説明してね、で日本 の行くべき方向性を示すということは、これはいいことだと思うんですね。体力というか健康に気をつけてですね、行ってほしいと思いますけども、でオーストラリア訪問で関心を持ったのは防衛当局間の緊密なこの連携を強化するという姿勢をですね、次々に打ち出したと。特にアクサ、物品役務相互提供協定というね、これはやっぱり同じ持っている型式の弾薬だったらそれを相互に交換したりですね、それから燃料を融通し合ったりですね、そういうことをこうやる協定なんですが、これは非常に友好国、同盟国としか普通やらないんですよ。だから日本も今やってるのはアメリカぐらいのもので、ほとんどやってないんですが、これをオーストラリアとの間でやるということになりますと、やっぱりオーストラリアはアメリカに次ぐ準同盟国というね、そういう位置づけがですね、これからより強くなるんじゃないかというふうに思いますね。でとりわけ現在のオーストラリア のアボットさんというね、アボット政権というのは非常に親日的でよく理解者だし、それからついでに親米的でもあるんですね。ですから同盟の関係が非常に今強固になりつつあるということでは、日本にとっては非常にポイントが高いということになるし、それからまあ中国を牽制する、南シナ海、東シナ海の、中国牽制ということにもなると思うんですね。でそういう意味では安全保障政策上、オーストラリア訪問というのは非常に意味があったんじゃないかということですね。今書き込みが消えてですね、この船舶の流体力学分野に関する共同研究の実施について話し合いました。これ、前浜田さんもおっしゃってました、これ潜水艦のことですよね。それで今書き込みでですね、潜水艦技術の流出の心配はありませんか。流出の心配というのはいつでもあるわけで、要するにこの協定した国とそういう技術を共有することによってより関係を強化するというね、そういう方向で考えるんですよね。ですから要するに技術のそのいわば漏洩というのは、どんな状況においてもその起こりうる話ですから、それはたとえ同盟国であろうが厳格にそれを止めるということは当然のことです。当然のことだけれども、友好国の間ではそれをあえてお互いに共有することによって信頼感を高め、そして同盟関係を連携を強化するということの方に価値があるという判断なんですね。そうですよね。この間アボットさんでしたっけ、日本に来た時は NSC の会合に参加したんですよね。今度安倍さんも参加しましたよ。そう、向こう行ってね、オーストラリアの NSC に参加しました。出席したという。相当オーストラリアと結びつき深くなってますよね。それでオーストラリアの西部の方に鉄鉱石の採掘現場があるんですが、そこまでオーストラリアの政府専用機で、アボットさんと安倍さんが一緒に乗っていくと、ああいうことは異例のことですよね。ああいう形で親密度をアピールしたという。なるほど、はい、わかりました。あとなんか習近平さんは外交をもっとやってると、これは次のところに、次の時でいいんでしょう。はい、わかりました。じゃあ次のニュースに行きましょう。安倍総理は13日北朝鮮が弾道ミサイルを発射したことを受け指示を出しました。1、米国、韓国等関係諸国と連携を図りつつ緊張感を持って情報収集分析に努めること。2、航空機、船舶等の安全確保を徹底すること。3、国民に対して迅速的確な情報提供を行うこと。13日なんですけどね、これはね、これは国連決議違反であることは間違いないですね。
あのロケット技術を使った発射そのものが全部ダメだというふうに言われてるわけですからね、うん、ただ北朝鮮にしてみればその国連の決議そのものを受け入れていないというか、うん、受け入れ拒否をしてますから、うん、そういう意味ではあの従う義務はないと思っているような節もあるということですね、うんうん、ただ違反行為だということがこう続きますとね国連の制裁はこう外れていかないわけですね、うん、ずっとこれからも国連制裁は続くわけであって、はい、そうすると国内経済はさらに逼迫の度を深めると、うん、いうことになりますから、うん、北朝鮮にとってあんまりいいことはないんじゃないかというふうに思いますよね、うんうん、ただこの経済の困窮そのものがね日本との距離をなんか相対的に近づけたような、ねうん、妙な副産物もありましたけどねまあこういうあの外交ですよね、はい、であの7月13日のこの発射については、うん、これはまあ基本的には韓国に対する威圧的な行動ではないかという見方が一般的ですよね、うんうん、これあの韓国の国境20キロと言いますかすぐ近くですよね、うん、このすぐ近くから発射しているということは相当威圧的だということだし、うん、それから今年に入って5回目といいますから結構高い頻度で撃ち続けているんですよね、うんうんうん、でこの撃ち続けているミサイルがいずれもスカッドミサイルで、うん、この5回中の1回だけがノドンミサイルだと言われているんですよね、うんうん、ただノドンミサイルも、うん射程が1500キロ以上あるものが大体600キロぐらいに抑えて撃たれていると、うん、であとはみんな500キロ前後しか飛んでないということになると、うん、ほとんどがスカッドミサイルで韓国向けミサイルが発射訓練をしているということなんですね、うんうん、ただ発射する場所をですね、うん、点々と移動させてみたり、うん、それから発射の位置は違うけれども着弾地点をこう限定してみたり、うん、それから着弾地点のこのやっぱ目標を小さく設定したりね、うんうん、それからさまざまな時間帯でこう発射してみるとかね、うんうん、で季節の違いももちろんありますでしょうしね、うん、ということを考えると、うん、やっぱりこの発射実験とか発射訓練というのは、うん、かなり実践的な、うん、あの色彩が強いということは言えるんだろうと思うんですよね、うん、でそういう意味ではねこれは確かに緊張状態でこれを注視しておかなきゃいけないんですが、うん、で意図は何かということを考えるとですね、うん、これはやっぱり日本に対しては、うん、こう拉致被害者の再調査が開始されて、うん、で一部ではありますけれども日本独自の制裁が解除されていると、うんはい、こういう状態の中で、うん、それをこう阻害する材料以外の何もでもないという状況ですよね、うんうん、ですからこの辺をどう考えているのかということですよね、うんそれから中国に対してはね、うん、これはこれまでの先例を破って、うん、北朝鮮に訪問する前に韓国を、うん、こともあろうにね、うん、韓国を公式訪問した習近平さんが言ったということですよね、はいはいはい、ということに対して、まあうん、反発して見せたということも当然あるでしょうね、うんうん、だから中国にしてみれば従来から核実験の問題とか6カ国協議の問題で、うん、北朝鮮をコントロールすることによって外交カードを1枚持ってたわけで、うん、その外交カードがほとんど機能しなくなっているというふうに他の諸国は見てたということに考えますと、うん、中国にとっては非常に面白くない、うん北朝鮮は中国のコントロール不能状態になったんじゃないかと言われたわけですよね、うんうん、でそれにを制裁する意味で経済支援をこう休止したりエネルギーを止めてみたり、ねうんはいはい、そういうことをちょっとやったと、はい、でましてその後チャン・ソンテクというね、はい中国通でその中国との非常に大きなパイプ役を務めてた人を、うんまあ、粛清してしまったわけですよね、うんうん、そして対中関係がそのまま好転しないという、うん、その北朝鮮にとってみれば今回のことは中国向けの示威行動でもあると、うん、これはしかし非常に大きな政治的な賭けでもありますよね、うん、ですから中国はそういう意味では韓国を訪問したと習近平さんが訪問したということも一つのなんかメッセージが北に対するメッセージがあったのかもしれないということです、うんうん、で韓国に対する威圧ということについてみれば、うん、これは昨日の正午頃ですよね、うん、昨日の正午ちょっと前ぐらいに韓国とのやっぱり軍事境界線に近い位置から122ミリの多連装ロケットを、はい、こういう蜂の巣みたいにこうなってて、はい、バーッとこう出てるやつですね、はい、これを100発以上日本海に向けて撃ったということになるとこういうものも一体何を意味するんだろうと、はい、でこれもですね明日以降、うん、韓国沖で米韓の共同訓練軍事訓練とか、はいそれから日米韓の海上訓練とか、はい、そういうのが行われることになっているんですが、うん、これに対するまあ牽制ということもあるんだろう、うん、ということですよね、うん、で中国とその韓国があまりにこの接近するというかすり寄るというか、うん、こういうことに対するその面白くなさというかね、うん、そういうものも一つあるのかもしれないということです、うんまあ、さっき の投稿にもあったようにね、うんまあ、いろんな意味で中国の習近平さんの外交というのもこのところ盛んなんですね、うんはい
その前に、ね、一つだけ付け加えておくと、この韓国 の、 あのパクさんの政権がですね、うんうん、どうもそのいわば支持率が下がりつつあるということと、うん、国内経済の弱体化によってですね、うん、どうも景気が良くないということが言われて支持率下がってますよね、うん、それに輪をかけるように昨日ですね、うん、政権与党のセヌリ党という党の党代表が決まっ、うん、選挙で決まったんですが、うん、これがその非主流派のですね、うん、新パク政権、新パクさんの推している人ではなくて、うん、非主流派だからパクさんに、まあ、同じ党ですから対抗するったって別に、ね、限界がありますけれども、うんうん、その非主流派の方の代表がですね、当選したと、うんうん、でこの人が次の大統領選を狙っているというか有力な候補者だと言われてますから、うんうんうん、これが与党議員に非常に公認候補の選定なんかで大きな影響力を行使するものですから、うんうんうん、でこれが今後どういう影響を、ね、政権との間にもこう政権との間をどういう影響が及ぶかということはですね、うんうん、ちょっと慎重に見ておく必要があると思いますね、うん、で衆参がこの7月3日から2日間の日程で韓国を公式訪問したというのもですね、うん、これやっぱりパクさんにとってみれば支持率下がったし経済弱体化しているし、うん、まあ、求心力を拡大する意味では一つの起爆剤にしようと、うん、韓国側の方はね、うん、一つ思っただろうと思うんですね、うんうん、ところが中国側の方は、うん、まあ、そういう意味では韓国を対等な外交パートナーとして見ているかというと、うん、あまりそういう節が、ね、見受けられないですよね。ですからどうもなんかこう、まあ、言葉は悪いけど属国扱いというと言い過ぎなんだけれども、うん、なんかそういう形でこう対等には見えるものの、うん、なんか本心が時々透けて見えるような発言があったりするとですね、はい、これはどうもね韓国側もそれをどういうふうに評価しているかということはちょっと疑問ですよね、うん、でもう一つはやっぱりねパク政権にとってみれば、うん、そのいわゆるその経済の弱体化というか景気が悪化するということはやっぱり政権に対するダメージ大きいんですよね、うん、でこの今対中依存度を高めることによって経済依存度を高めることによって、うんうんうん、対中貿易額を拡大させて景気を浮揚させるしか、うんうん、どうもなんかね手が出て、ね、手が見えないって言うんですよ。これは僕は経済は専門ではありませんけれども、うん、そういう人の話を聞くとですね、うん、どうもそういうことが伺えると、うん、特に韓国の中には、うん、こうどうしようもないようなこう経済構造があって、うん、もう根源からこれを直さない限りはね、うん、ほとんど無理だろうと言われているのが、うん、韓国国内にある大手企業、うん、サムソン、ヒョンダイって代表的ですけども、うん、このサムソンの企業なんかは、うん、そのホワイトカラー の、 そのいわばエリート、うん、これが非常にいい、うん、待遇を受けているということに対して、うん、製造部門のブルーカラーの人たちはもう食いや食わずの生活をしているみたいなね、うん、そういうことをなんか言われるわけ。賃金格差的なものがあるんですね。そうそうそう、賃金格差、経済全体の格差ですね、うん、ですからそういうことになると、うん、韓国 の、 いい製品が国際競争力をつけるために低価格で作られているということに、うん、その韓国国内の内部の歪みがね、そのまんま影響してるんじゃないのか。なるほど。でその人たちの賃金を上げてやることが、うんうん、労働者 の、 その人権とか、ね、経済を、うん、生活をですね、うん、確保する上では重要なんだけども、うん、上げてしまうと今度は国際競争力が起こってしまう、値段に反映させなきゃいけなくなっちゃう。そうですね、うん、ですからそういうそのやっぱジレンマを抱えながらの経済発展ではなかったのかと、うん、いうことはこれを改革しなければというか、うんうん、これを何とかしなければね、うん、韓国がその世界 の、うん、国際競争力を維持したままで、うん、経済発展を遂げることについては非常に疑問符がつくというね、うんうん、こういうふうに言う人たちが多いですよね、うんうん、で特にサムソンの場合は、うん、こうワンマン経営者で、うん、この人の判断というのが非常にこうカリスマ的にですね、うん、ピタピタと当たってきたものですから、ああいう発展を遂げたわけですね、はい、ところが今韓国のサムソンの、はい、確か製品の 68% はスマホじゃないですかね。ですからそういうことはスマホで競争力なくなると、うん、もう一気に競争力自体、サムソンの競争力自体もなくなってしまうような、そういう状況になりかねないので、うん、これについては果たしてどうなのかと、うん、だから今まで当たってきたのが今後も当たり続けるかっていうのは非常に問題が多いということですね。書き込みで、はい、サムソンも現役って言ってた、現役って言ってた。ああ、はいはいはい、視聴者の方も知ってることじゃないですかね。ものすごい現役ですよね、うんうん、これからどうなるかということですね、うん、で、まあ、日本の企業に関する影響もちょっと気になるんですけども、うん、どうも日本の企業と韓国の企業というのは、うんうん、お互いに補完関係になってないというんですね、うん、だからお互いに部品を作って融通し合って、うん、そしてお互いに助け合っているような関係ではなくて、うん、完全にライバル関係だと、
ですから相手がダメになってしまうことはこっちにとって利益になるみたいなね、そういう関係でしかないと、だからもの強気に発言をする人もいるんですよね。でその辺は中国に関してはやっぱりこう一部補完関係になっているところがあって、日本がいい部品を提供し、向こうは安い賃金でそれを組み立て、そして国際競争力のつく製品ができていくという、お互いに補完されてるんだけども、そういう関係になってないと、という人もいますよね。ただやっぱり何も増してこの減収になっているということも含めて、やはりの韓国経済が弱体化するということはね、やっぱり韓国は対中依存度を高めないとこれ打開できないわけですね。そして経済的なものに集中して中国寄りになることによって、国家の基盤的な政策である安全保障政策にも影響してくるようになると、これはやっぱりアメリカも放ってはおけないかもしれない、なるほど。だから韓国もそういう意味では非常に難しい、その選択の余地の狭いこういう政策判断をですね、これから求められていくんじゃないかなと思いますよね。世界に物を売って韓国は生きてきたんだけれども、どうも怪しくなってきたと、それで中国が寄ってきているので、中国とまず経済的に友好関係を結んで、商品製品を中国で販売したいと、でそれは当然なんだけれども、それを今度は進めたというか進んじゃって、その安全保障的にも中国と韓国がこう連携するようなことがあるんじゃないかと、そこまではね、行くのはだいぶ間があるとだいぶ距離があると思いますけどもね、しかしそういうふうに表面上見えなくもないということもあるので、その辺はその外交上の駆け引きでですね、いろんなことが起こりますから、それはあり得る話なんだけども、とにかくそのさっき言ったように韓国の経済の、基盤的な構造をね、なんとかしない限りは、韓国経済というのは立ち行かなくなってしまうんじゃないかと、それを、カンフル剤的に対中貿易の拡大でしのげるとしてもね、それは一時的にしのげるだけであって、最終的にそれ今の低賃金の人たちに高賃金を払って、なおかつ国際競争力をつけるような形ということになると、相当難しいことではないかっていう。以前の日本が迫られた問題、ね、日本は迫られましたよ。だから日本はそれを技術力だとか、それから新しいものを作るだとか、そういうことによってこう改善していったわけですよね、徐々に徐々に、そのために半世紀近くかかってるわけですから、それをこれから韓国に求めるっていうのは、韓国 の, 政治家にしてはものすごい難しい選択が続くんじゃないかと思いますよね。なるほど、視聴者の皆さん、ご質問ありましたら投稿ください。浜井さんがお答えしますんで。で、富田君、何かありますか？僕は特にないです。特にないです。ないです、はい、あっさりしてましたね。はい、じゃあ、以上ニュース振り返りでした。いよいよ注目ニュースです。浜村さんが注目するニュース、完全復習集団的自衛権、浜谷さんは集団的自衛権の閉会中審査を見て、いろいろお怒りになったという話を聞いておりますが、ああいうその例えば安全保障政策論議をやる場合にですね、ああいうその用語の定義とかなんかは、重要であることは間違いないんだけれども、その細かいことをあでもないこうでもないと、お互いにこの与党と野党がつつき合うことで、何かこの生産的なものが生まれるかっていうね、ああいう議論というのは国際社会の中ではやってるのは日本ぐらいなもんで、要するに安全保障がどうなったら実効的になるかと、より効果的に日本の安全が保てるかと、そのためにどうするかの議論ではないんですよね。要するに憲法に合ってるかどうかとか、それから法律の用語が従来の解釈と合致してるかどうかとか、そういう話になってしまってるんですよね。でこのことに、非常にまず疑問を持つということですよ。でこれを普通安全保障論議とは言わないはずなんだけども、なんか日本の場合にはまさに国会審議っていうのは伝統的にこういう論議してきましたよね。そうですね、もうまさにそうですよね。前もちょうど安保闘争の頃には、戦闘機の航続距離が長いか短いかによって攻撃兵器か防衛兵器か、というような議論がありましたよね。ありましたね。あれも考えてみればおかしな話でですね、飛行機っていうのは、はい、ニコ生止まってます。はい。ちゃんとね、止まったって格好見せてくれるんですよね。すごいな。浜井さん。今立ち上げました。
いいですか。来ました。あ、すいません。あ、すいません。止まってました。もう一回やり直します。ありがとうございました。はい、ああいうその防衛論議ってずっと延々とされてきたんですよ。はい、だから飛行機っていうのはね、うん、飛んでるから飛行機なんであって。うんうん、あの飛行場に止まってたらただの置物と何も、あれはないんですよ。効果は一緒なんですよ。だから止まってれば、あの飛んでれば飛行機なんですから、はい、航続距離はできる限り長くして、はい、3日も4日も降りてこなくてもいいようにしてぐるぐる回ってるのが一番いいわけですよ。まあパイロット死にますけどね、でそういうことをやるとこれはあの相手国に行って帰ってこれるから攻撃、うん、そうなんですよね、だから航続距離で片道しか行けないような車だったらもうこれはもう落ちてしまうからそれはあの防衛兵器だというようなね、こういう不毛の理屈をですね、あの延々と議論してた時代があるわけですね。はい、まあそれが伝統ですからね。はい、であの集団的自衛権についてはね、これはあの一応確認ですけれども、これ初めて出てきたのは国連憲章51条の中に、はい、あの加入、あの国連のそのいわば加入国は、うん、あの全ての国がですね、集団的個別的自衛権を有するということが書き込まれた。この集団的自衛権という言葉が書き込まれたのは、うん、まさにそこが最初なんですよね、うん、それまでは明らかにそういう発想自体はあったけれども、うん、そもそも自衛権はどこまで行っても自衛権で、うん、え集団的個別って分けるっていうのは、うん、そもそも自衛措置がより効果的になるとか、うんうん、他国がそれによって理解しやすいとか、うん、というようなことでもなければ分ける意味がないわけであって、うん、どこまで行っても自衛権は自衛権だということだったんですね、うん、それを日本の政府はもう国連憲章で書いてあるんですから日本も国連に加盟している以上持ってはいますと、うん、持ってはいますけれども憲法上の制約があってそれを行使はできませんと、うん、それは集団的自衛権は持っているけれども、うん、憲法上自衛のための必要最小限度の枠を超えますと、うん、日本の憲法で目指しているのは個別的自衛権だけですという、うんうん、そういうような意味合いで説明をしたものですから、うん、そこから何か憲法が集団的自衛権の行使を禁止しているかのごとく、うんうん、あのこうあの主張が定着してしまった、うんうん、で憲法には日本の憲法には9条を読んでもらうとよく分かるんですが、うん、そもそも自衛権の字の字もないわけですよね、うんうん、どこにも書いてないわけですよ、うん、じゃあなんで自衛権があるんだというのは自衛権というのはこれ国家の属性といって、うん、要するに国家であれば当然自衛権は付随しているもの、うん、だから属性というんですね、うん、属性というのはあの所属の属に性格の性と書いて、はい、要するにそのものがそのものである以上当然に持っている権利、うん、だからお互いに人間だとしたら、うん、あの人間には人権があるかないかなんて誰も考えないですよね、うん、人間であれば当然人権は保有するし行使もできるというふうに、はい、解釈すると同じですね、うん、ですから例えば国家が自衛権を放棄したということを宣言したとすればもうそれは国家ですらないというふうに通常は言われるわけですよね、うんうん、で、その辺がですね、うん、ないがしろにされて、うん、でどうもなんか議論がですねそのずっと上の方のなんか前提とそれからベースがどっか行っちゃって、うん、なんかその今その言葉尻の解釈とか、うんうん、そういうものの解釈に終始しているようなこう気がするんですね、うんうん、日本の自衛権の解釈がそうなってたというのは百歩譲って妥当だったというふうに考えようとすればですね、うんうん、まずその時代のそういう自衛権解釈がその時代の国益に合致してたということは考えられますよね、うん、要するに日本も行使集団的自衛権を行使したくても実力もなかったし、うん、誰も頼みにも来なかったしそういう意味ではそんなことあるよ、うん、使うよって言ったって誰も期待もしてないと、はい、ですからそういうものは使えませんと言ってた方が、うん、危ないこと汚いことにはまさにやらなくて済んだというような、うん、そういういわば国益に合致してた、うん、ということは、まあ、言えなくもないということですね、うんうん、ただそれはやはり解釈としてはね、うん、日本は持っているけども思っているし行使もできる、うん、しかしこういう理念によって行使しませんと、うん、で今の国際環境だとか日本を取り巻くその安全保障環境だとか、うん、そういうものに照らしても行使する必要がありませんから、うん、行使はしませんと言っとくべきだったと思うんですね、うんうん、それをまあ、55年体制の国会論戦、うん、それから国政のそのいわば駆け引きの中で、うん、できないということが行使しないということがいつの間にかできないということになって、うん、できないということを徹底的に証明するためには憲法違反だからできないという、うん、そういうような理屈を取った方が分かりやすいと、うん、という形でまさに憲法の解釈の中に、うん、集団的自衛権の行使の違憲性を落とし込んでしまったと、うんうん、だから本来集団的自衛権の行使というのは、うん、これどこの国でもそうですけれども政策問題ですよね、うん、
だから持っているから行使もできる、しかし行使するかしないかはそこで決めるんですよ、うんうん、だから政策判断なんですね、うん、それをこう憲法解釈の中に落とし込んでしまったっていうことがですね、うんうんうん、僕はそもそものそのボタンの掛け違いがその辺から始まったんではないのかなという感じがするんですね、うんうん、ですからあの各国ではそういうそのいわば今日本の国会でやっているような議論自体が起こらないんですよね、うん、起こらない。ですから持っているから行使はできる、行使ができるからといってフル規格で常に 100% 全力で行使しなきゃいけないわけでもない と、うんうんうん、というのは当然どこの国でも思っていることですね、うん、で今回はあのかなり遠くには遠くではあるんだけれども、うん、死活問題だから行くという国もあれば、うん、隣でも死活問題じゃないから行かないという国もあるという形の行使の仕方をしているわけですよね、うん、ではあくまでもこの自国の利益のためですよ、うん、あの要するに国際環境の中で、うん、あの他国の戦争に加担するとかっていうのは、うん、それはまさに自国のためになるかならないかっていう、うん、義理人情で行くわけじゃないんでね、そうですね、うん、あの自国のためになるかならないかでみんな判断してる、うん、それは常にだから物の見方をするとき国益に合致してるか合致してないかという形で見るのが、うん、僕は正当ではないかと思いますよね、うんうん、はい、なんか来てますか。いや、あの、国会でまともな議論ができない理由は何ですか。うん、だからそれは今ちょっと触れましたけれども、うん、要するにそのあの安全保障論議というのは何かっていうね、うんうんうん、要するに安全保障論議というのは日本の自衛がいかにすれば全うされるかということのはずなんですよ、うん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 、そのために、うん、あの必要だったら憲法も変え、うん、必要だったら安全保障基本法も作り、うん、でこれが日本の国の自衛にとって、うん、一番重要なポイントだと、うんうん、言ったらそういうふうにやると。だからそのために何が必要か何が足りないかということを考えるというのが本来の筋なんですよ、うんうん、でその時にじゃあ日本が勝手にどん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 先行っちゃうんじゃないかという人は必ず出てきます、うんうん、でそれ行っちゃうかどうかっていうのはその国の国民が決めるんですよ最終的には、うんうん、ましてその基準があって、うん、国際法上は比例原則とかね、うん、と比例適合性の原則ってこうあの専門用語ですけれども、うん、要するに相手の力とか状況とかいうことの、うんうんうん、でいわば反応が決まるんだよって、うんうん、こっちが意図的に1から10までやろうとすればそれは侵略に近くなる、うん、しかし相手がもしそういう行動をした時に自分たちはここまでやりますという反撃とか抵抗とか抗争とか、うん、そういうものについてはこれ国際比例上の原則があるわけですよ、うんうん、でそれ以上やったら国際法違反だとして、うんうん、国連憲章違反だとして叩かれますけれども、うんうん、それ以外だったらその範囲に収まっている限りは、うん、国際法違反でもないし、うん、日本が独立国として当然の権利行使だということになる。それが自衛権という発想ですよね、うんうん、ですから個別的自衛権だけでそれがクリアできてれば、うん、そんないいことはない、うん、しかし場合によっては国際法上考えられるような集団的自衛権の範疇に入る行為、うん、こういうものをせざるを得ない場合だってあるわけであって、うんうん、その時に日本はここまで行使しますよということはこれ当然の発想だと思いますね、うん、それからもっと原理的なことを言えばですね、うん、今の八類型かなんかが挙げられて、うんうん、そしてその八類型に合致するかしないかということが随分議論されてますけども、はいはい、あの八類型に合致するということを法律上ギチ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 を詰めていくことによって、うん、誰が一体得するんだろうかと、うん、いうことを考えたら八類型を、うん、八類型を挙げて日本のできないことをクリアにした途端にですね、うん、横島のやつはできないことをついてきますよね普通、うん、だから某国ですよね、ええ、某相手国ですよね。日本にとって、うん、もう利害が絡む国は、うん、日本を攻め込もうとか日本に対して何かちょっかいを出そうと思ったら、うん、日本が抵抗のできないような形を作って、うん、それはちょっかい出しますよね、うんうん、そのことをまさに今世界に向かって日本はこういうことができませんということを、まあ、宣言しているというか説明しているというかそういう形になるんですよね、うん、そうすると一体あれをギチ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 詰めることによって一体誰が得してんだろうということが我々の得には一つもなってないという気はするんですよね、うん、だからそこはやっぱり考えておかなきゃいけないと、うん、だからそういう意味では、うん、確かに類型を示してそして解説をするというのは、うん、国民によりその詳細に説明をしたいという人からすればね、うん、今の政権側からすれば分からないではないんですよ、うん、分からないではないんだけれどもやっぱりね安全保障法制とか、うん、それから危機管理法制とかいうのは、うん、想定しえないことが起こるわけですから、うんうん、だ基本的にはね、うん、だから想定しえないことを想定しろということの方がこれは無理ですから、うんうん、ですから最低やってはいけないこと、うん、これがさっき言った国際法上の原則ですよ、うん、捕虜の扱いだとかなんとかね、はい、そういう最低やってはいけないことだけを制定しておくと
いうことは、あとは起こった事態によって臨機応変に対応すると、うんうん、その時に国際比例原則に従ってやりすぎないように配慮すると、うん、ということが、これやっぱり原則だと思うんですよ。それをネガリストとポジリストとよく言いますね、うんうん、日本は全て安全保障はポジリストで書かれている、うん、できることが書いてある、うんうん、それをできないことを書くことによって、うんうん、できることに少しこう余裕を持たせるという、うんうんうん、これが重要なポイントだということですよね、うんうん、あの視聴者の方もですね、はい、ネガティブリストにしないと意味がない、あ、分かってる方だと思いますね。そうです、あの危機管理は全般にそうなんですよ、うんうん、想定しえないことを想定するってこれ言葉はそうですけども、うんうん、これ実際にやってみろってそれは不可能ですよ、うんうん、ですからその時にやってはいけないことだけを決めておくということじゃないと、うんうん、これ英米法系の発想はそうなんですけど、うん、これを決めとかない限りは対応不能なんですよね、うんうん、ですからその時になって起こったことについていちいち法律作ってるわけにいきませんからね、うんうんうん、だからそこはねよく考えた方がいいというふうに思います、はい。それからそのためにあの今考えられているのが、うん、あの武力行使の新3要件というやつですよね、はい、ちょっと見ましょうか。これですね、うん、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生しこれにより我が国の存立が脅かされ国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合にこれを排除し我が国の存立を全うし国民を守るために他に適当な手段がないときに必要最小限度の実力を行使する、うん、はい。これ前 の、 あの自衛権に関する武力行使の3原則というものに一部こう1番目と2番目に少しこう用語を付け加えたんですね、はい。であの今このだからこの歯止めについてをですね、うん、あの歯止めについてずいぶん議論がこうされてますよね、うん。でもねこの言葉で書いた歯止めっていうのはね、うん、実際上の歯止めとしてどの程度効果があるかっていうね、うん、ことを考えたら例えば、うん、あの何癖をつけようと思ったらね、うん、もう際限なくつきますよ、うん、だって明白な危険ってその明白なっていうこと自体が感覚的なもんじゃないですか、うんうんうんそうですね、これは明白だっていう人と、うん、いやそれはまだ明白じゃないっていう人がいたら、うん、じゃあどうするんだっていうね、うんうん、もう早速そこから始まってしまうわけで、うんうん、問題はねやはりあの国際比例の原則に照らすということと、うんうん、日本の自衛権が全うできるかどうかという、うんうんうん、この2つしかないんですよ、うんうんうん、それで最終的にはね、うんうん、この歯止めが国会で作られるとか、うん、それからあの今の国会で歯止めを作って国会承認を求めて歯止めするんだって言ったってこれ与党であるならば、うん、与党側から政権が出てるわけですから、うん、そしたらそれは実際上は歯止めにならない野党側からしたら歯止めにならないという理屈は当然成り立ちますよね、うん、だからそういうことも加えてですね、うん、歯止めに本当にするかしないかというのは、うん、これやっぱり民度の高い国民ですよ、うん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 、やっぱり民度の高い国民がねこういう政権の発想とか政権の決断とかね、うん、そういうものに対して批判的な声を上げる、うん、ただ反対のための反対ではなくて必ずこういうあの、うん、理屈も上げて、うん、そして判断をするというこのいわば癖をつけておくっていう、うんうん、この民度の高い国民がね、うん、最終的な歯止めになるわけですよね、うんうん、ですからそれ以外はねやっぱこう言葉遊びと言われても、うん、こうなんていうかな言い返せないような、うんうん、そういう感じがしてしょうがないんですね、うんうん、あの本田さん今ですね、はい、それに、来てるんですが、はい、武力行使は憲法で規定されているが武力行使は憲法では規定されてないですよ。憲法9条のことだと思うんですけど、ね、はい、憲法9条は一切の武力行使を禁止しているわけではなくて、うん、要するに、国政の国政あの国際紛争を解決する手段としての戦争そのものを放棄し、うん、日本の自衛力の行使、うん、また日本の国民日本の国の国家の自衛に関しては、うん、それは実力を使って行使するということは何もこれ規定されてないですね、うんうん、もしそれができないとすれば国家ではないともうすでに、うんうん、そうですね、ええうん、はい。それでですね、はい、規定しているのは公選権で、はい、そうですよね、うん、公選権もそうですね、はい、ただ公選権というのはもちろんこれこの方は分かっていると思いますけれども、うん、これはあの国際紛争の当事者としての諸権利のことで、うん、あの戦争を戦わす戦争を交える権利ではないですからね、うんうん、戦争そのものが違法化されている時代ですから、うん、あくまでも交戦主体としての各あの諸権利、例えば相手の都市を攻撃するとか、うん、あの相手の兵隊を撃ち殺すとか、うんうん、そういうもろもろ の、 あの国際法上の諸権利、うんうん、これを日本は否認しているということですね、うんうん、そうですね。
でもなんかあの今回その閣議決定っていうか、まあその武力行使容認動いていると、うん、動いたというのを見ていて思ったのはこう大転換大転換って、まあ、国会議員も言ってるし、うん、テレビでも言ってるんですけど、うん、あの僕は子供の頃から受けていた平和教育っていうのがガラッと変わりましたよね、うん、いやその平和教育がガラッと変わるというのは、うん、以前の平和教育が正しい教育であったかどうかというのはちょっと検証しないといけないですけど、まあ、それもありますけど、そのほらその平和教育って要するにその日本国内だけの話では済まないじゃないですか。世界情勢があって、うんうん、でその世界情勢がもう何十年も経っていて変わってきていて、それに合わせるようにその国民の意識も変わっていくわけじゃないですか、うん、で当然教育も変わっていく、それに沿って変わっていくんだろうけど、うん、そのなんかその平和の考え方がなんかそのなんか対岸の火事的なものがだんだん対岸の火事はなくなってきたような気がしてきますよね、うんうん、それはやっぱり日本を取り巻く国際安全保障環境っていうのがその時代と、もう激変したっていうことですよね。本当ですよね。ですからそういう時代がずっと続くんであれば何もこんな解釈変更してまでね、うん、それに対応するその手間暇かけてやる必要はどこにあるんだっていう話は説得力がありますよね、うん、しかし今現在日本が置かれている環境を考えたときに、うん、このままの解釈と行動 の, その制約で果たしていいのかと、うん、それではその日本国民 の, その, あの人権とその生命財産を守れるのかと、うんうん、いうことになったときに守れますというんだったら、うん、その守れますという理由を聞かせてほしいということですよね。うん、そうですよね。うん、で必ずそういう理屈になるとですね、いやその前に話し合いとかね、その前に外交があるべきだって、うん、それは当然ですよ、うん、しかし話し合えば分かるとか話せばなんとかなるというその国とそうでない国があるということは我々は嫌というほど知ってるわけですよね、うんうん、ですからそういう国にはいくらでも話し合いによって解決できる余地は残ってると僕も思うけれども、うんうんうん、そうでない国がやることに対しては、うん、こちらもそういうあの意識で望まない限りは、うんうん、何の解決にもならないということですね、うんうん、ですから安全保障論議というのは、うん、それはいろんな考え方があっていいし、うん、あの要するにいろんな政策があっていいんですよ、うん、しかしその政策同士を戦わせるときに、うん、お互いに戦争は嫌だ平和がいいよねっていう、うん、この価値観では一致してるんだから、うん、そしたらあとはどうやればこれが実現されるっていう政策のリアリティの争いですよね、うん、この政策のリアリティの争いがちゃんと行われないと、うん、本当の意味での安全保障論にならないわけですよ、うん、言葉尻を捕まえたり定義の解釈を変えたりすることが、うん、それの平和を維持するための手段でも何でもない、うん、ということですよね、うん、だからそれは国会議員は仕事の一つとして法律解釈をやったり法律を作ったりするから、うん、そこに集中することもわからないではない、うん、しかし国民一般はですね、うん、そんな細かいことを毎日日常的にやってるわけにいかないから、うん、やっぱり国民の意識はそういう意識を常に忘れてほしくないというふうに思いますよね、うん、だからそれが国会議員に反映していくわけですよ、うんうんうん、そうですね、はい、でそれからあのもう一つよく言われる議論にね、うん、あの憲法改正が前提だろうという人いるんですよね、うんうん、でそれは憲法改正が前提だという理屈は分かります、うんうん、それからもし憲法改正が前提として行われてそしてそれができるようになるということは、うん、これ、まあ、もう議員の半分はなくなるということにもなるから、うん、あの今まで僕は憲法の解釈に落とし込んだってことはおかしいと思ってるけれども、うんうん、そうなっている現実もあるから、ね、現実もあるからそれは憲法改正した方が分かりやすいというのは分かりやすい、はい、しかし日本のそういう憲法改正まで国際情勢そのものが待ってくれるかどうかって保証はどこにもないんですよね、うんうん、明日にすると何か起こるかもしれない、うん、で時のやっぱり政権とか時の為政者っていうのは、うん、あの要するに国民の生命財産を守るためには、うん、あの現在の国民のことをやっぱり最優先に考えざるを得ないところがあるわけですよね、うん、ですからその上に立った過去と将来の国民ですよね、うん、ですからそういうふうに考えたら、うん、今現在起こっていることに何がしかの対処をしつつ、うん、理想的な方法論を選択すると、うん、ですから時間的に間に合わないのであれば、うん、あの憲法の解釈を一部変えても、うん、今の日本の現実に対応できるような方法論を考えるというのは、うん、これはあの現実の、あの現実社会に生きているあの政治家としては、うん、僕は当然のことだと思いますよね、うんうん、そうですね、それから、はい、もう一つもね、はい、なぜ今かっていう人もいるんですよ、うん、なぜ今こんなあの大した平和な時にですね、うん、でこれはやっぱりね、あの現状認識の差だと思うんですよね、うん、現状認識とか危機意識の差
ですから今が危機だとか 今の現状認識は甘いとかっていう人たちにとってみれば、うん、なぜ今かでなくてなぜ今までなんですよね、うんうん、ですからそれはその差なんですよ、うん、ですからあの安全あの保障環境がこれだけ激変しているということになれば、うん、今自衛措置の憲法解釈をギリギリまでこう緩和して、うん、そして今の憲法解釈の中に収まる限界まで考えて、うん、そしてあの理念を違えない形で手段だけ変えると、うん、いうことはこれ非常に巧妙な手段で非常に巧妙だけどもこれはあの現実政治としてはやらざるを得なくなっているということなんでしょうね、うんうん、だからあの要するにこれによって戦争ができる国になるかどうかなということはこれはためにする議論で、うんうん、要するに誰も戦争は反対だということではみんな反対だと思うんですよね、うん、僕は少なくともあの戦争をやりたがっているという人に会ったことがありませんからねですからそういう意味ではそこはみんな一致しているはずなんですよ、はい、だからその政策論が違うだけであって、はいはい、その戦争のできる国になるっていうのは、うん、これは今までだってそういう意味では、うん、自衛戦争だったらそれをやっても国際法上違反じゃないっていうことは、うん、戦争ができる国だったはずなんですよ、うんうん、だけどことさらにそのことを主張するっていうのは、うん、やっぱりそれはためにする議論じゃないかと、うん、だからその人たちの主張は分かるんだけれども、うん、しかしそういう主張をするだけでレッテル貼りをしているだけでは、うん、本質的な安全保障の議論が深まらないということですよ、うん、もうだってそこで玄関で終わってしまうんですもん、うんうんうん、あの要するに安全保障に関するその集団的自衛権の議論をしようかと思って言ってもね、うんうんお前は戦争できる国にしたいのかって言われちゃったら、ね、そこでそれ以上いけないんですよ、うんうんうん、だからそういう形ではね、うん、あのお互いにあの不毛だということですよね、うん、やっぱりもうちょっと真剣にそこは議論が噛み合うように考えなきゃいけないと、うん、じゃあちょっと今投稿いっぱい来てるんでちょっと、はいはい、ですね、自由は守らないのはてな生命財産だけはてな、まあ、当然ですよね自由は守りますよね守りますあの生命財産というのはこれはあのいろんな法律に書いてある当然のことであって、うん、人権自由、うん、それからあの豊かな生活ね、うん、そういうものもちゃんと守るというのはそれはあの安全保障政策というのは総合的な概念ですから、うん、あとこういうのもあります。軍事力でどうやって戦争から国や国民を守るのはてな、うん、軍事力だけで、うん、あの僕も全然守れないと思いますね、うん、軍事力を強化すれば守れるというのはそれ一種の幻想ですよね、うんうん、ただ軍事力を強化するということ自体が、うん、一種相手に思いとどまらせるだけの抑止力になる可能性はあると、うん、ですからよりあの友好国によって、うん、そういうお互いに助け合うという発想をこう強化する連携を強化することによって、うん、そこにちょっかいを出したりとかね、うん、いう人たちのその横島な気持ちを抑止するという意味で、うんうん、軍事力の強化というのも一つの手段です、うんうん、もちろん外交があり、うん、技術力があり経済力があり、うん、いろんな力があって国力なんですけども、うん、軍事力はただその一つのカテゴリーに過ぎないということですよね、うんうん、ただそれあるかないかでは全然違うということになるから、うんうん、そこも大事だと、うんあとですね、自衛戦争は憲法違反だよ。いや、自衛戦争は憲法違反ではないですね、うん、自衛のため の, そのいわば戦争、うん、ただ自衛戦争という言葉自体がね、うん、戦争そのものがいわゆるこう違法化の流れの中で、うん、だから行為は今自衛戦争とは呼ばないわけですよね、うん、今の政府解釈も自衛のための抗争とか言ってるでしょ、うんうん、ですから戦争という名前をつけばそれは違法化だというのは一つの理屈ですけれども、うん、自衛のために何も手がないという場合は、うん、これ武力行使も辞さないという、うんうんこれは従来のカテゴリーから言ったら自衛戦争のことですよね、うんうん、でこれは今の憲法は禁止しているわけではありません、うん、憲法があって国家があり我々があるんではなくて、うんうん、我々がいて国家があってそして憲法を作っているわけです、うんうん、ですね、あとですね国際条約より憲法が上位に来るのが法学の常識なんだが…点点点うん、学説はありますけどもね、うん、条約優位説と憲法優位説の学説がありますけれども、うん、今、まあ、国際社会で支配的なのは、うんまあ、憲法優位説というのが支配的でしょうね、うん、ただその要するに日本の場合は、うん、それ国によって違います、うんアメリカの場合は連邦法律と同意ですからね、うんうん日本の場合は憲法よりも下にあるけど法律よりも上だというところに条約は位置づけられてますよね、うん、そう微妙な地位なんですよ、うんうん、ということはアメリカの場合は憲法が上でこれは判例によって確定してますけども、うん、憲法が上でその下に連邦法律と条約が同意だと、うんうん、
で同意だということになるとこれはあれですよね、法律というのは必ず後に作られた方が有効ですから、うん、そうすると条約を結んでおいても後に法律を作ることによって条約を骨抜きにできるという可能性もあるわけですよね。実際にはその法律も僕の知ってる範囲でも位置にあるわけですよ。ですからそういうことを考えると果たしてそういう国との間に結ばれた条約っていうのはどういう効果があるかっていうのはこれは考えておく必要があると思います、うんうん、なるほど、わかりました。ということで、はい、もうそろそろ時間になってしまいましたが、いや本当になんか何回も言いますが、うん、まあ、その歴史的大転換と国会議員も言うし、うん、マスコミも言いますが、うん、僕も肌肌感じていて、うん、あと安倍さんがよく演説で、世界情勢が変わってきていると言われているんですが、うん、そのさっきの話じゃないけど世界情勢が変わったから日本は転換するんだという理屈ですよね、うん、それがなんかちょっと本当によく感じられる、うん、今日この頃だったですね、うんうん、そうですね。あと数分ですかね、はい、1点だけね、よくこの反対の理屈の中に立憲主義を壊すものだという実感があるんですね、うん、で立憲主義って要するに憲法によって国家権力を縛るのが立憲主義の発想だと、うん、言うんですけど、これはね立憲主義がもともと生まれた時代はそうだったんですよ、うん、独裁君主とか専制君主がいっぱいいた時代に生まれましたから、うんうん、その時には憲法を拠り所にして国民に一般の権利を守ったんですね、うんうん、ですから権力の縛るもの、その象徴的な存在が憲法だとこう言われたんです、うんうん、しかしね立憲主義も時代の変遷を経てるわけです、うん、で中身が豊かにこう変遷をしてきてですね、うん、今の立憲主義、現代立憲主義というのは、うん、それは一面であって、一面というのは片方としては厳然としてあるんですよ、うんうん、でもう片方は権力を利用して、うん、そして我々の安全とか、うん、我々の福祉の向上とか、うん、人権の保障とか、うん、こういうものを権力を利用して守るということも立憲主義なんですよ、うん、だから立憲主義というのは憲法によって憲法を根拠に国家権力を縛るもの、うん、だから国家権力としては一切憲法の修正そういうものに手出しはできないという発想はあまりないんですよ、うん、まして今の国家というのは我々が民主的な選挙によって選んでいる国家ですからね、うん、ですからそういうことも判断材料の中に入れて、うん、そして立憲主義とは何かということを考えてほしいですね、うん、はい、わかりました。はい、ということで皆さんどうもかっこめありがとうございました。ですね、来週はですね、次回の番組は、また変則的なんですが7月22日火曜日16時となります。1週間後です。はい、亀さんありがとうございました。どうも、皆さん失礼しました。